クッコロデイズ。前回はエチエチでした、クッコロデイズ。今回はどんな展開になるのでしょうか、楽しみです。いやー、せつなけいすきだよー。前回はほんまにエチエチでした。何回も言う、前回はほんまにエチエチでした。サムネ見てもらったら分かる通りですけどね、人の中にはモザイクかけた方がエッチに見えるっていうご指摘もありますけど、さて第4回の今回、職が見つかった件、多分そこで働くシーンが見えるんじゃないかなっていう予想をもとに俺は進めていきたいと思います。ただいま。バイトから帰宅して、まずは恒例の挨拶をする。これまでは挨拶をしても何の返事もなかったが、今はカトリアと共同生活中の身だ。なんか新婚生活みたいになってる。こうして挨拶をする会があるというものだろう。とはいえ、今日はどこかに出かけていたらしく、カトリアは不在のようだった。ああ、カトリア一人で出かけることも要はあるようになってきたんじゃな。いけるんかな？いけるんかな？変なとこで職質とか受けてないだろうな。まだ道場なのか？彼女が剣道場の師範代を任されるようになってから数週間。今では、日々、門下生たちを鍛えており、それに充実感を覚えているかのようだった。結構時間経ったんやな。結構進展あったんかな、その異世界に戻ることに関しての。なさそうやな、こんな感じやけんな。本来なら、女性が夜遅い時間に家にいないなら心配をするべきところなのだろうが、カタリアに関しては心配無用だ。むしろ、カタリアを襲うような暴漢がいるとしたら、その暴漢の身の安全をこそ心配してやりたい。キュレイトさんのヒロインってみんな強いからな。暴漢に襲われそうになった場合、心配すべきはむしろ暴漢の方だったりするからな。そういう場合、手加減とかはできないだろうし。最悪、過剰防衛をしでかしてしまうことも考えられる。そこまで思い至ってから、俺は考えを改めた。探しに行った方がいいな。妙なことになったらまずいし。この結論に至るからな、主人公たちが。ああ、彼女の身を案じてではない。そこがちょっと、ミソなんよな。とりあえず近くを見に行ってみようと、荷物を置いた直後。それはどういう意味だ？はは、聞かれてる。ああ、口にポロって出とったやな。カトリアの声が背後から響いた。うわあ、カトリア、いきなり背後から声をかけないでくれよ。すまない。だが、不用心だぞ。扉の錠がされていなかった。確かに鍵をしていなかったのはこちらのミスだろう。だがいきなり驚かせるかのように声をかけてくるのは反則だ。ん？その荷物どうしたんだ？ああ、これのことか。なんかもらったんか？俺が指さしたのはカトリアが抱えている大きな紙袋だ。カトリアはそれを大事そうに抱えて笑みを浮かべる。実はな、道場から初めての報酬をもらえたんだ。労働に対する対価というやつだな。お金じゃないんだ。紙袋？あ、封筒のこと言うんだな、紙袋って言い方。初給料ってことか。よかったな、カトリア。うむ、こちらの世界の価値基準はよくわからんが、こんな紙切れが紙幣の代わりになるとはな。実に驚いたぞ。向こうでは紙切れとかではないんやな、お金はあっても。そう言うと、謝礼の入った封筒を取り出し、俺に見せてくる。ほらほら、お前より稼いでるぞとでもアピールしたいんか、お前。こんなものなら、いくらでも偽造ができてしまいそうだぞ。これ、紙幣って言うんだよ。俺は詳しくは知らないけど、偽造防止の技術が詰まっているらしいな。ほう、こんな紙切れにか？こちらの世界の技術は、まるで魔法のようだな。超発達した技術は魔法と見間違うかという言葉をどっかで聞いたことがある。そうやな。飛行魔法がなくても飛行機で空飛べてしまうからな。カトリアにとってはもしかすると洗濯機とか冷蔵庫も魔法のように感じられているかもしれないな。で、だな。この報酬を手に入れたら、前から欲しかったものを手に入れるつもりだったんだ。なんだ？てか優先的に買うべきは衣服なんだよ。お前いつもその格好で外で出歩いてるだろう、どう考えてもお前。
立ち絵が全然変わらないあたり。お前絶対服、新しいの買ってないだろ。下着は買っとるくせに、お前。むしろそっちを先買うべき言ったんじゃないの、カートリアさん。多少買いすぎてしまったところはあるがな。自分で稼いだお金なんだし、好きに使えばいいんじゃないか。紙袋はその方の、買ったものを配当ものだったんじゃ。ああ、紙袋を抱えてって言ったもんな。その前にカトレアは乳袋を抱えてるところもあるけどな。そうは言ってみたものの、カトレアの買い物は多少の買いすぎという範疇を超えているような気がした。どんな感じなんだろうな。手に持っている袋の中からは何か毛のようなものが見え隠れしている。やっぱ衣服か。まさかペットとかじゃないだろうな。いきなりさ、てかペットだとしてさ、そんな紙袋に入れるってなんかちょっとかわいそうだな。お前動物に対しての小手の考えからちょっと改めろってなるからな。お前この部屋はペット禁止だ。もしペットを飼育していることがバレてしまえば間違いなく追い出されてしまう。一応中身を見といていいか。同居人として何を買ったのかぐらいは知っておきたいし。ダメだ勝手に見ることは許さん。え、そのタイミングで見ることは許さんってことは、下着なん。結構お前いろんなバリエーションのすごい下着買ったんか。お前大量に夜の痛みのためか。お前それは夜の痛みのためか。カトレア、あのさ、結局ベッドの上行ったら脱ぐから一緒なんよ。慌てて買い物袋を押さえるカトレア。怪しい、本当に動物を拾ってきたんじゃないだろうな。どうしよう、わあ、結局見るんじゃ。ああ、無理やり見ようとしたら絶対力でねじ伏せられそうな気がするけんな。こっそり見た方がいいかもしれんな、これ。セーブさせてくれ。よっしゃ、こっそり見るわ、お前。スニーキング作戦じゃ。こっそり。このまま放っておくわけにもいかないとは思うが、カトリアが素直に中身を見せてくれるとは思えなかった。部活に手を出したら、どんな反撃をされるかわからない。いや、そんな、どんな反撃をされるかわからないようなもんを買ってくるもどうかと思いますけどね。ねえ、カトリア。とりあえず、ここは我慢だ。無理に見ようとして、カトリアの機嫌を損ねるのだけは避けたいところだ。なんとか隙を見て、こっそりと中身を確認することにしよう。どんな下着があるんだろうな。キ君、何を企んでいる。何も考えてませんよ。俺はカトリアに出して考えてるとしてば、そのおっぱいってちゃんと測ったらどれぐらいのサイズかなって思ってるだけですよ。100センチあるかな。バスト100センチあるかな。企んでなんかいないって。それよりほら、帰ってきたばっかで疲れてるだろ。シャワーでも浴びてスッキリするでしてくればいいよ。何やら悩んでいるようだが、カトリアは道着での稽古帰りで汗をかいているはずだ。それでなくても剣道の防具は熱がこもりやすいのだから、汗を流したいという気持ちは強いだろう。道場にはシャワーなんかあるわけないよな。あの道場、男女兼用の更衣室があるぐらいやけんな。更衣室分けんぐらいやけんな。お金ぬか持ってんだろうな。ちゃうよ。そういうの企んでるわけじゃないよ。企んでするとすれば、カトリアのバストサイズをどうにかして測りたいなーって。どうやったら測れるかなーって、なんか、そういういやらしい意味でなくてさ、正当な理由で。え？私がシャワーを浴びているうちに、袋の中身を確認しようという魂胆か？もろバレてる。やべえな。もろバレてるよ、みんな。エイペックスできっちり隠れたつもりなのに、居場所をきれい特定する、強豪プレイヤーのごとくバレてるよ。バレてる！まさに図星だ。やはりそうか。まったく、油断も隙もない。いいか？シャワーを浴びてくるが、中身を見たらただではすまんぞ。もしも見たら、わかっているな。怖いわ。ははは。そのまなざしさ、向こうの世界では、自分らに危害を加えてくる敵に対して向けるもんじゃないと思うんですけどね。そういう一般市民なんだよ、俺。失敗市民なんだよ、おい。
凄むカトレアに俺はコクコクと首を縦に振ってみせた。分かっているならいい。カトレアは買い物袋を慎重にクローゼットの中に隠し、バスタオルと替えの下着を持って浴室へと向かった。秒で覗く。俺だったら秒で覗く。シャワー。俺はしばらくその場に座ってテレビを眺めていたが、シャワーの音が聞こえてきて、初めてからは好奇心がうずき始める。どっちの好奇心だろうな。カトリアのシャワーシーンを覗きたいのか、紙袋の中を覗きたいのか、どっちなんだろうな。ちょっと紛らわしいな、これ。あーは言われたけど、映えなければ大丈夫だよな。やっぱそうなるよね。要はカトリアに見つかりさえしなければいいわけだ。そして今、カトリアはシャワーを浴びている。いくらカトリアでもさ、こっちが紙袋の中を覗こうとしている気配なんか感じれるわけないだろ、お前。潜在時空の好機とも呼べるこのタイミングを覗せば、袋の中身を確認する機会は失われてしまうかもしれない。さて、なんとなく伸びをして、浴室をちらりと見てみる。シャワーの音は相変わらずに聞こえてきており、まだ当分はかかりそうな感じだ。いける!俺はそう判断して、クローゼットのそばまで忍び寄り、そっと戸を開く。そしてカトリアが隠した紙袋を手に取って、中身を覗き込んでみると。さて、どんな感じの下着があるんだろうな。ぬいぐるみ?紙袋の中には、これでもかというほどにたくさんのぬいぐるみが詰め込まれていた。カトレは恥ずかしがらんでってのに、そんな可愛いもの好きって、自分のキャラ守って可愛いもの好きじゃダメだろうな。可愛いもの見せたらちょっと、騎士団長の威厳がそがれるなと、そう思ってるんやろ。恥ずかしがらんでって、そういうギャップがええんやって、カトレは。それ以外にも、可愛い系のグッズを大量に買ってきていたらしく、普段のカトレアとのギャップに思考が一瞬止まってしまう。カトリアって、こういうのが好きだったのか?思わずそうつぶやいてからハッとする。背後からゲームの声とか聞こえたのだ。なんでわかったんですか、カトリアさん。てか、ちゃんと服着たんすか、これ。ちゃんと服着たんすか、これ。着てるわ。着てるわ。これ普通、せめて、タオル巻いた状態で出てくるところじゃないですかね。そういうところわかってないですね。ちゃんと服着て出てきちゃったよ。じゃあやん、それ、ちゃんタオル巻いた状態で出てくるところやん。そこ間違っとるわな。ゾッとして振り返ってみると、そこには凄まじい形相で怒りをあらわにするカトリアが立っていた。カトリア、キック見るなと言ったはずだが、振りかと思いました。はい、振りかと思いました。俺、人生で尊敬する人はダチョウ倶楽部のもので、いや、これはその問答無用だ。それを見られたからには生かしてはおけん。やめろ、死刑の罪じゃない、これは死刑の罪じゃないぞお前。そして私も死ぬ。お前も、やめろ、そういう無意味な犠牲はやめろお前。なんでだよ、そんなに深刻な趣味でもないだろ。むしろ可愛いものが好きというのは意外性があっていいんじゃないか。そうだそうだ、普段のカトリアは男勝りの騎士だから、こういう女の子っぽい趣味があるというのはなんだか安心できる。慰めなどいらない。違うよ、騎士団長がそんなものを愛好していると姿勢に知られれば一生されてしまうに決まっているではないか。お前が騎士団長って知ってるのはこの世界で俺だけなんだよ。ああそういうことか。カトリアが固くなのに袋の中身を見せようとしなかったのは、騎士団長としての立場を懸念していたからだろう。だとすればそれは杞憂というものだ。心配するなって、こっちの世界にはカトリアは騎士団長だってことを知ってるのは俺しかいないんだから。こっちの世界になら好きなものを好きだって言ってもいいんだよ。そういうものだろうか。ああ、いちいちそう恥ずかしがるお前は可愛いと思うよ。抱きしめていいか。そういうもんだって。俺はそう言って笑うと、とりあえずカトリアに剣を収めるように告げた。それより今日は外に昼食を食べに行かないか。カトリアの初任給祝いってことで、うん、食事か、それはいい案だ。まあ俺はそのオムレツについているメロンが食べたいけどな。だが
を破って覗き見を働いた事実は動かんぞ。ごめん、どうしても気になってさ。それに猫とか犬だったらまずかったし。まあいい。だが次はないぞ。ああ怖っ。鋭い視線で俺を 見下すカトリアの表情は一別して分かるほどに本気だった。好感度がちょっと下がった感じがする。夜の秋葉原やな。夜の秋葉原は思っていた以上に賑やかだった。週末ということもあり、飲みに行くサラリーマンや買い物客が集まってきているらしい。彼らのキーなものを見る視線が俺にまで伝わってくる。いやいやいや、カトリア、衣服買った方が良かったんちゃうんか。ぬいぐるみ買う金があったら衣服買った方が良かったんちゃうんか。夜はコスプレした人が少ないだけに、鎧姿のカトリアは余計に目立っていた。なんかないんか、鎧以外の服ないんか、お前。コートでもなければ見られない光景だ。キクンの国はかなり治安がいいと見えるな。カトリアの国は違うのか。オートならばキクンの国と大差ないだろう。だがやはりそれ以外の町で夜中に出歩くのは危険が伴うな。そういうもんなんじゃ。結構野生の敵とかおるんやな。人さらいや暴漢はもちろんだが、夜になると活動的になるモンスターも多いんだ。まさに RPG の世界観なんやな。モンスターか。そういえばカトリアの世界には魔力だまりからモンスターが生まれるとだと言ってた。人間にとってはかなり危険な存在らしいが、それを倒すことで魔力を吸収できる。こちらの世界にもモンスターがいれば、カトリアはそれを討伐して魔力を集め元の世界に戻れていたかもしれない。結構不謹慎な話だけど、カトリアが元の世界に戻ったらこの生活も終わっちゃうんだな。何気ないつぶやきが意図せずしてこぼれ出してしまう。どうしたんだ。いや、なんでもない。それより何が食べたいんだ。うむ、そうだな、特に希望はない。外食はこれが初めてだ。買っても何もわからないからな。それはそうか。そうやな、こっちの食べ物どんなものがあるかっていうここ数週間ではわからんか、さすがに。そっか、そういやそうだった。考えてみると二人で外食するのはこれが初めてのことだ。いつもは俺が作ってるもんな。カトリアに料理をさせることも考えてはみたが、本人は普段料理をしないらしい。一度包丁を握らせてみたが、完全に剣を扱う気持ちで振り回すので危険極まりなく、結果料理当番からは除外させてもらったのだ。刃物は人に対して気ぃつけるものみたいな感覚で、あ、敵に対して気ぃつけるものっていう感じの感覚で人間やな、お前。もうこっちの人間、こっちの世界だったら明らかに危険人物やけどな、お前。俺もそんなに料理がうまいってわけじゃないけどな。自炊生活が長いので、それなりのものは作れるつもりだ。だが、やはり外でプロに作ってもらう料理にはかなわない。だったら、ちょっと気になっている店があったし、そこに行ってみるかな。え、秋葉原の食事、あなんかちょっとそんな気がしとった。秋葉原ってところでさ。おいおい、行かすじゃねえか。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。メイド喫茶にやってきた俺たちを迎えてくれたのは、フリフリの可愛いメイド服を身につけた女の子からの、そんな簡単な言葉だった。いや、着てみたい店があったでさ、女の子と一緒にこんなところ入るか、普通。噂に聞いてはいたけど、こんな風に出迎えられると、そわそわしてしまう。初めてか。お前、メイドカフェ、初めてか、お前。キクンが気になっていたという店が、ここなのか。普通男女一人男女で来るもんじゃないんだよ、こんなところ。唖然とするカトリア。一度来てみたかったんだ。ちょうどいい機会だと思って。秋葉原へのアクセスがいい場所に住んでいながら、メイド喫茶というものには縁がなかった。というよりも、気恥ずかしさから足が向かなかったのだ。しかし、この店はメイド喫茶でもありつつ、料理も美味しいという友人の評価もあって、一度足を運ぶ機会を伺っていた。そんな店で
カトリアは何やら興味深そうにメイドの衣装を上から下まで眺めている。ちょっと待ってよ、カトリアがちょっとそういうエッチな方向に思考がアップデートされていけるぞ。お前さすが魔力的なお店メイドキスター。なるほど、ここは使用人が働いている店というわけだな違うな、使用人の格好をして働いている店っていうのが正しい気がするわ。本物じゃなくてそういう格好をしてるだけだよ。メイドさんにも、ね、メイドさんにもてなされる気分を楽しむ店っていうか。うむ、よくわからん。メイド喫茶のコンセプトはこちらの世界にいる一般の人からも理解されにくいものだ。もちろん一部の層には絶大な人気だが、メイド喫茶という形態の店が社会的に浸透しているわけではない。説明はしなくてもいいか、俺もこういう店初めてだし。まずは楽しむことにしよう。そう結論付けで俺はメイドさんから案内された席に腰掛ける。お座りは禁止ですか？大丈夫ですか？それじゃあまずはメニューを。私にはオムライスを頼む。即断即決をいいところだ。オムライスは嫉妬やな。まあもともとオムライスを食べるためにこの店に来たようなものだからしな。じゃあ俺もそれで、メイド喫茶の定番オムライス、なぜ定番なのかはありません。特製オムライスを2つですね、ご用意いたしますので少々お待ちくださいませ。元気のいい口調で注文を復唱したメイドさんはそのままパタパタと席から離れていく。ホリル好きのミニスカートがひらひらとたなびく彼女の後姿を見送りながら、カトレーがポツイとつぶやいた。どうした、お前もこういう格好してみたいなったかな、してみたいなったから買ってやるぞこのメイドコスチューム。あれが使用人の格好か。あ、いや、こちらの世界ではメイドだったな。カトリアの世界にも使用人とかっていたのか？もちろんだ。王宮には男女合わせて何十人もの使用人が勤めていた。さすが王宮だな。女性の使用人の衣装はこちらの世界のものとかなり似てはいるんだが、細かいところではやはり違うな。そう言われるとなんだか気になってしまう。異世界とこちらの世界のメイドの違いとは何なのだろうか。異世界のメイドってもっとおっぱいボロンと出とるもんなんかな。まずは素肌を露出しすぎている。あら、使用人に求められるのは低粛さと気遣いだぞ。こっちの世界では違うんですけどね多分こっちの世界にのニーズで合わせた結果はこれなんだろう。お前、我が国の使用人、メイドは長い丈のスカートと長袖を年中着用するんだ。自らの低粛さの証明としてな。へえ、あんまエッチないね。それはほら、ここのメイドさんは本物じゃないから。本物は多分そっちの世界と同じようなものだと思うけどな。そうだなエロ同人とかのメイドさんを見慣れすぎてさ、露出の少ないメイドってそんなにおらんようなイメージが出てしまうよな俺もああエロ同人とか見すぎてさ、いきなりメイドさんがさ、おっぱいボロンドでして、そっからコーヒーにミルクを入れるような姿を俺は何度も見てしまう。あれが普通なわけじゃない。そりゃあれが普通じゃない、普通なわけじゃないっていうの分かってるけどさ。それに衣装の素材もそんなにいい質のものではなさそうだな。いざという時防御力に不安が残る。おいおい、そっちの世界のメイドさんは防御力とか考えないといけないの？防御力？およそメイドとは無縁のような言葉が飛び出してきて面食らってしまう。こっちの世界ではメイドで戦うような役職じゃないんです、基本的に。使用人はいざという時主を守るために身を挺して戦う責務を負う。こちらの世界では違うのか？戦わんからな、普通に。普通戦わんからな、お前。主を守るっていうのはあるのかもしれないけど、戦うって話はあんまり聞いたことがないような。我が国のメイドは皆剣技を学んでいるぞ。主のために戦うのは使用人にとっての誉れなんだそういう意味では我々騎士に通じるものがあるな。騎士もまた主君のために戦うことを誇りにしている。俺はメイドさんじゃないからよくわからないけど、価値観が微妙に違う気がした。だが誇りを語るカトリアはいつも以上に輝いて見える。ダメ出しをしてしまったが、
こちらの世界のメイドは可愛いな。だろう、女の人からもそう言われるんですよ、最近のメイドさんは。可愛さという点においてだけ見ても存在価値があるのは明らかだぞ。存在価値って言う方言うやめてもらえませんかね。ちょっとなんか嫌やな。カトリア、ああいう系の可愛い服を着てみたいのか。別に私が着てみたいとかそういう意味じゃないぞ。ただ単純に普遍的な可愛さというものがだな。カトリア、着てみればええやん。着てみればええやん一回。カトリア慌てて取り繕うカトリアだったが、照れているのが校長かな、している。普段はクールに振る舞っているが、元々のカトリアは恥ずかしがり屋なのかもしれないな。とにかくだ、私はただ単に一般論を述べただけだということを忘れるなよ。お前の世界の一般、こっちの世界の一般じゃねえから。分かってるって。ほら水でも飲んで落ち着けよ。そう言いながら水の入ったコップをカトリアに手渡す。すまん助かる。けどカトリアってメイドさんに詳しいんだな。聞いてさっき記事のこととか言ってたし。そうだな、私の屋敷にもメイドがいたんだ。彼女たちと触れ合っていれば自然に詳しくもなる。触れ合っていればっていうのはどういう触れ合い方なんですか。手でペタペタなでなでするんですか。俺もやりたい、俺もやりたいよカトリア、そっちの世界に連れて行ってくれよ。メイドがいると聞いて俺は目を丸くした。うすうす感じてはいたことだったが、やはりカトリアはとんでもないお嬢様だったのではないだろうか。エマ、セーラ、みんな元気でやっているといいんだが。え、何それ、ガンダムの話してるんか。エマゼータガンダムのエマシーンとセーラ、暴躍のセイラマスカ、ガンダムの話をしてるんかお前。ガンダムの話をしてるんかお前。こっちに来てガンダム見てるんかお前。不意にカトリアの表情が曇る。カトリア？毎晩考えるんだ。私がいない騎士団や王国は大丈夫なのかと。ああ。王国だけではないな。父上や母上、友人たちのことも心配だ。本来なら、このような場所に来る時間すら惜しむべきなんだが。けど、どうしようもないだろ。手がかりが見つかってないんだし。そう言うと彼女はうつむいてしまった。カトリアが斜めむの当然だよな。元の世界に戻るためには魔力が必要。その魔力を得るために手段がない以上、カトリアはこの世界に留まるしかない。カトリアが隠し続ける方法が見つかればいいのだろうが、今のところその方法を頼る様子はなかった。何か気分が紛れるようなことがあればいいんだけど、残念なことに気の利いた言葉は浮かんでこない。そうしていると先ほど注文を取ってくれたメイドさんが声をかけていた。ちょっとよろしいでしょうか。え、あ、はい、なんでしょう。もしかして俺のことが聞いたから連絡先が欲しいのか。ダメだよ、今カトレアという女が一緒にいるんだ。注文の確認だろうかと思ったが様子がおかしい。メイドさんは満面の笑みを浮かべていた。なんだ。ご帰宅10万人目おめでとうございます。は、この特別な日の記念にご主人様とお嬢様には動物園のチケットをプレゼントいたします。ご都合主義にも程があるなこのゲーム。そういう感じで動物園でいざなおうとしてるな、この二人。イベントを作るためにちょっと強引に言うと動物園へ行くような、行く流れ作ってきてる。ちょっと無理やりすぎんや、これ。動物？くっと、クトリアが身を乗り出す。はい、小さな動物さんとの触れ合いコーナーがあるんですよ。可愛いので、ぜひ楽しんできてくださいね。そう言うとメイドはカトリアにチケットを手渡した。特製オムライスももうじきお持ちいたします。メイドが去っていくとカトリアはもらったチケットを見て目を輝かせる。小動物、
な、ここを見てみろ。なんだい？カトリアは何かを見つけたようで、チケットを俺に見せてくる。そこには、ウサギと戯れている子供たちの写真が印刷されていた。ウサギ？こちらの世界ではウサギというのか？私の世界ではラビーと言ったが、なんという可愛さだ。カトリア、ウサギ大好きなんだ。こんなに可愛いラビー、いや、ウサギたちと触れ合うことができるというのか。ずいぶんテンション上がってるな。おい、キャラ崩壊してるぞ。先ほどまでの落ち込みようが嘘のように満面の笑みを浮かべている。こうまで汚れこぼれてしまうと、行かないという選択肢はありえないだろう。じゃあ次の休みに一緒に行こうか。いいのか本当だな。お前いつもそんな顔せんだろうが。もちろんけど、その鎧姿で行くわけにはいかないと思うぞ。分かっている。しっかり衣装は準備しておくとも。あ、ようやくちゃんとした服を買おうという決心がついたなお前。ああ、ウサギ様様やないか。ウサギの効力強すぎんかお前。ご主人様、お嬢様、お待たせいたしました。特製オムライスになります。ひときしきり喜んだカトリアの前にメイドさんがオムライスを配膳する。見たところ至って普通のオムライスでしかないが、おお、美味しそうじゃないか。カトリアは初めてのオムライスに満足そうな様子だった。まだ食べてはいないが、喜んでもらえたなら俺も嬉しい。いただきます。親の分も配膳されて、さあ食べようとしたその時だった。ご主人様とお嬢様。はい。美味しくなる魔法を呪文を唱えてもよろしいでしょうか。来た、メイドカフェのあるあるっていうかさ、定番。魔法がこちらの世界にも存在してるのか。もうマジで捉えるんじゃないか、トレア。はい、まあ、愛と幸せの呪文なんです。まずはこうしてケチャップでオムライスにハートを描いて、言いながらメイドさんはオムライスに手慣れた様子でハートを描いていく。そして描き終わったところで両手で自分の胸の前にハートマークを作り微笑んだ。お二人も一緒にお願いします。呪文はもうえもうえキューンですよ。それは本気で言ってるのだろうが。突然主人公はガチで始めてきた。ガチになり始めて、それは本気で言ってるのだろうが、恥ずかしすぎる。ああ、そんな魔法が存在していたのか。萌え萌えキューンだな。はい、俺と視聴者の心も萌え萌えキューンですよこれ。これはすごいギャップとか、お前、騎士団長の誇りとかどこ行ったんだって話。これを部下に見せてみろ、お前。大丈夫ですか、騎士団長。心は確かに。そんな感じになるぞ、お前。もう、キャラ崩壊ってところじゃなかったと思う。カトリアがこのメイド喫茶で覚えた変な知識は、後でしっかり誤解で会うと説明しなければならない。もうさ、日常生活でもこれ使われたらちょっと叶わんからな、お前。それじゃあ、行きますね。せーの、萌え萌えキューン。めっちゃノリノリやないかお前。萌え萌えキューン。カタリアはメイドに言われた言葉を信じているようだ。大きな声量で呪文を唱えた。多分声めっちゃ声通るんだろうな、店中に。ありがとうございました。ではゆっくり楽しんでくださいね。そう言ってメイドさんは去っていってしまう。おいおい。とんでもない、とんでもないことを教えてくれたな、お前。さて、いただこう。あ、巣に戻るんだ。魔法を使えるとは、実に驚き。巣に戻るんだ。いきなり巣に戻るな、お前も。そうだな。誤解を解くのは後回しにしよう、と心に決める。一つの大きな困難を乗り越えた後のオムライスの味は、なんだかとても甘く感じた。ああ、もう動物園来たぞ。はいやー。第5章なんじゃ、こっから。あ、もうここで終わりなんだ、第4章。あ、早かったな、今回。はい。
というわけでね、ちょっと第1章、第2章っていうので、パートごとでさ、分けとんでね、今回はここだ。ちょっと短いパートになってしまったけど、ここまで出させて出てきまーす。次回どうと、カトレアの私服姿が見えるの、マーキー。さーて、ウサギに戯れているカトレアをさ、どさくさに紛れて、可愛がる俺という姿をご覧ください。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週明け